ちょっといやなんか2人の背中が悲しそうだったからちょっと俺は今セミナー終わってさ、うん、あ疲れてるだけか、うん、ただいま大阪です。はい、うん、ね、御堂筋線と。そうですよ、足パンパンないよ。なんかね、まあ、事の経緯を話しますと、うん、まあ、いつも古川さん東京来てくださってるじゃないですか。はいはいはい。たまには大阪で撮ろうよってなって。そうよ、そう、はい、分かりました。前日から、うん、で僕当日から大阪来まして今3時半はい、まあまあオフラインのセミナーもあれったからね、はい、今回はね。そうですね、はい、で、何どうしたの。なんでちょっとふっと、うん、今日あの町井先生いやいやいのね、うん、はい、と待望のコラボやったんですよ、はい、うん、で、なんかどこで待ち合わせしたらいいのかを連絡取り合ってなくて、はいはいはい、で、町井先生に朝どこですか今日、今日どこ行かしてもらったらいいですか、はい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 、言ったら返事がなかったんですよ。怖いわ、はい、返事がなくて、怖い怖い、まあ今もう4時、3時半じゃないですか、うん、なんで返事ないんかなって、はい、で、電車の中で、まあ、2人離れてたんですけど読み返してたんですよ。そうするとこのコラボ撮影っていうかこの大阪の撮影に途中で変わりましたよ。え？本来明日やったんですよ。ああ、最初はね。そう、ああ、で、最初明日やって、で、俺町井先生に許可聞いて、その後、あかんやん、俺明日予定あるやん、お前も予定あるやん、はい、でなって1日ずれたわけですよ。ちょっと待って、俺、あれ？あれ？はい、お前が先輩や。いや、先輩、ちょっと、それはやってるわ。ちょっと焼肉ちゃん、これはあ、でも気づいて、もうどうしようと思って冷や汗かいてたんやけど、実は5分くらいどうしようかなと思って。おい、お前、静かやったもんな。いや、ちょっとさ、最初さ、町井先生のせいにしようとしたよね。そう、してたの、してたの。いや、じゃあ大変なことが起こりましたって言ってたから、これはもう自分ではどうしようもできないことだと。多分町井先生が体調崩したか、忘れてたのか、寝坊したのか、なんか分かんないけど、急遽来れなくなって、あ、まあ撮影できなくなった、あ、まあこれもおもろいなと思ったら、まさかのお前やないかね。アテンド不足やん。おいちょっと待ってくれよ。一応先生間違ってましたと、本日16時、難しいですよねっていう連絡はしてるんですけど、難しいわ。それは難しいわ。いやー、これはやってしもうたわ。え、あの大先輩やぞ。ちょっとね、これシャトーブリアンやな。これシャトーブリアンやな、マジで。何しに来たの。え、俺前日から飲み来ただけやぞ。俺今日朝一、昨日練習終わってもうひいひいなりながら朝7時に起きて、疲労困憊の中新幹線乗りました。やりました。すいませんでした。大開き直りや。すいませんでした。すいませんでした。じゃあ今日何撮る？うん、何か撮ろう。トークね。3人で。うん、そうやね。そうしよう。せっかくやから。ちょ、俺さ、じゃあ昨日ね、フルコンとさ、最後2人でちょっとだけ話すときさ、で、毎回ほら来てもらってるやん、うん、だからもうなんか交通費とかはぐらいはあのちゃんと割ろうかと、はいはいはい、はい、申し訳ないからと、はい、って思ってたんやけど、まあ、はい、5回分ぐらい出し切りしたい。本当に。あの、しかも今回ね、まあ、大体いつも来るときは、はい、まあ、月1回ここの日決めて、うん、まあ、2コラボ、3コラボぐらい入れてるわけですよ。そうそうそう。今回もう 1コラボしかなくて、うん、いや、もうそう、そんだけのもうすごく、いや、巨大コラボやったもん。会いたい、めちゃくちゃ会いたいってなっての、うんうんうん、明日明日なんで。明日か。僕一人で明日行ってきていいですか。あかんやん。アホやん。カンちゃんの試合行け。カンちゃんの試合行きますけど、夜なんで。いや、やってまいりました。すいません、これはほんまに。まあしょうがないですね。あの、なんだろうな、笑えたからいいか。ああ、まあしょうがない。あとシャトーブリアンついてきたし。いやいや、まあちょっとね、うん、あの、なんか撮りましょうよ。何する、せっかくやったら。まあまあ、何する。じゃあちょっとこれ多分あそこでしょ、あの日本橋近いでしょ。とりあえずちょっと町井先生の道場の前行って、あの来たよって、そう、本日はここでコラボする予定でした。やろう。なるほどなるほど。で、そこでもしいたらね、もしかしたら撮影できるかもしれないし。そういうことね、はい、とりあえず行ってみる。行きましょう。
ここですよ、大阪のオタロード、うん、日本橋といえば秋葉、東京の秋葉みたいな。いや、この辺に道場あるみたいですよ。すごいな。うん、オタロードですオタロードです。あれなに、開き、元気になったいや、もう開き直るしかないやんもしかしたら町井先生いるかもしれないし、そうそうそう、町井先生がオタロードなんか買っててほしいけどな、フィギュアとかな、うん、何しに来たの。とりあえず俺は朝ホテル起きれんくて延長したぐらいや今日やったことといえば延長したこと、うん、めっちゃ酒飲みたいだけやね。どうや、酒も飲まれへんやん。そう、酒も飲まれへんやん。酒もぐらい奢ってあげたいなと思ったけど、酒も飲まれへんし、曖昧やし。じゃあ代わりに飲んどくよ。やっぱブリアンじゃね。ブリアンね、予約しよう。もう着くん。え、どれ三角。なんかすごいとこあんの、ほんと。最近ね、あれにハマってるんですよ、僕。どれ、まあ、ボルトにハマってるんですよ。あー、渦巻き、渦巻きボルト、おもろない。おもろいね、あれ。面白いわ、ナルト好きな。あ、あったあった。あ、着いた。着きました。侍の体験ができます。今日体験申し込みできない。でも電気ついてない。いや、でも今日町井先生の息子さんが教えてあったりするから、町井先生がやってるわけじゃないんだ。そうですよ、この3階ですわ。いや、やってしまいましたということで、藤さん、どうしますか。何する。やっぱ体について語り合いたいな大嘘かもしれない大嘘。町井先生からも連絡返ってこないし、はい、教えてらっしゃるんじゃないですか。今、稽古されてるかもしれないし、はい、ちょっとこの辺でね、なんかやりましょうか。殴られ屋でもどうですか、オタロードで。なんて、あ、提案してくれてるんです。はいはいはい、どうぞ、手伝います。手伝い。今日は頑張って人呼んできますよ。いや、大丈夫です。やりましょう、今日は。まあ、やっぱ、試合前なんで。じゃあ、とりあえずなんか、カフェ行きましょうか。はい、作戦考えましょう。もうないよ。もう、こっから立て直す作戦はないのよ。この度は申し訳ございませんでした。もう一回もう動揺しすぎて、髪が申し訳ございませんでした。でもまあ、町井先生にはね、ちょっと失礼になってしまったかもしれないけど、楽しみは増えましたね。いや、はい、またコラボお願いしていきます。ほんまにその時はまた来てください。いや、行きますよ、はい、なんか、あれですよ、はい、その日も予定がまた違うとからしいですよ。ちゃんとちゃんとまたまたって二重チェックしてください。ちゃんと二重チェックするって、ちゃんとスクショ送るんで、ね、お願いします、はい、そう考えたら俺優秀やね、うん、ちゃんとアテンドしてね。確かにな。この日この日時間も何時何時と。福地です。お疲れ様また、ありがとうございました。また来週。はい。俺はスーパースターや、はい、本当に信じ込んで、こうなったら面白いと思ってる、はい、誰やモテねん俺やぞ